こんちくわ、マリンです。今日は皆さんから圧倒的にリクエストや質問をいただくことが多い私のスキンケアを紹介したいと思います。自分は昔から肌が激弱で、気持ちとか環境とかアレルギーとか何でもかんでも肌にすぐ出ちゃうタイプなんですけど、最近は見ての通りすこぶる肌が調子よくございます。今日はお仕事でメイクをしっかりめにしてるので、オイルタイプのこのクレンジングでまず落としていきます。自分が気をつけてることのまず1個目としては、メイクをしてない日でもクレンジングは絶対にするようにしてたらもっと肌がいい感じになりました。メイクしてない時はミルクとかジェルタイプとかを使うんですけど、それもお気に入りがたくさんあるのでまた今度紹介します。スキンケア大好きやからいろいろ新しいの買って試したりするんですけど、どれだけ有名なものであってもやっぱり中には肌に合わなかったなっていうのもあったりとか、全部一気に変えると肌もびっくりしちゃったりするので、新しいものを使いたいときは何か一個、例えば化粧水だけとか乳液だけとか、そんな感じで一つだけから変えるようにしています。次は洗顔をしていくんですけど、これはエムディアのホイップウォッシュってやつで、お気に入りで4本目か5本目くらいリピートしてます。スキンケアって頑張ろうって思うとどうしてもいろんなものを塗りたくなっちゃうんですけど、自分的にはいろいろ試した結果、本当にシンプルなスキンケア法が肌には合ってるなって感じてて、肌荒れしてる時ほどシンプルに化粧水とか乳液とかなしでクリームだけみたいな感じが自分には合ってるなって感じるんですけど、みんな肌質とか合う合わないとかそれぞれあると思うので、参考程度に見ていただければいいなって思います。これはサムネを撮りたくって綺麗にやってるんですけど、普段はもっとゴシゴシやります。アクセサリーすぐなくしちゃうので日々つけっぱなしにしちゃってるんですけど、もし気になる方がいらっしゃったらごめんなさいです。あと顔を拭くのはタオルでは絶対に拭かずに、ティッシュとかペーパータオルで本だけの女の子たちは昔から拭きます。唇にさっき塗ってたのはワセリンです。この後は化粧水をしていきます。このクリームを塗ったらスキンケアは終わりなんですけど、週に2回くらい特別な日を作って美容液とかパックとかスクラブとかをやったりって感じですね。基本はこんな感じのスキンケアです。はい、こんな感じで私の普段のスキンケアは以上になります。チャンネル登録と高評価と低評価とよろしくお願いします。この後のスイカゲームを応援してくれる人は引き続きご覧ください。じゃあね、バイビー、バイバイ、バイビー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 、あー